僕がですね、めちゃくちゃ食べたいなと思っていたんですけども、ママの生姜焼きですね。美味しい生姜焼き定食、うん、食べて、いただきます。美味しいね、これは。うまっ。花はチャンネル、どうも、花でございます。ママです。はい、今日はですね、ちょっと今仕事が終わりまして、帰ってきまして、夜の10時半過ぎぐらいです。遅くにすいません。全然。はい。で、今日何も食べてないということもあって、まあ晩酌しながら、夜ご飯をちょっと食べようかなって感じですけど、ママも食べてないですか？そんな食べてない。ね。ちょっとだけ食べようかな。俺帰ってるの待っててくれたんでしょ？うん、ちょっとね。ちょっとね。ちょっとね。ちょっとってこと？ちょっちねー。で、すぐしげんさんは？ちょっちねー。で、今日は僕がですね、めちゃくちゃ食べたいなと思っていたんですけども、ママの生姜焼きですね。まあ、このチャンネルでも何度も紹介してますが、ちょっとママの生姜焼きは食べたいなと思いまして、ちょっとお願いしたら、いいよって言ってくれましたんで、ちょっとママの生姜焼きをお届けしようかなというふうに思っておりますんで、よろしくお願いします。花はチャンネル。なんか飲む？はい、飲みます。麦焼酎を飲みたいなという気分だったんですよ。で、これ宮崎の焼酎、なかなかって知ってますかね、みんなね。なかなかっていうと、ほら、結構有名な麦焼酎ですけども、これを今日はいきたいと思います。じゃあ、いきたいと思います。これなかなか、あー、いい香りですね。美味しいんだよね、このなかなかって。知らないですか、みちゃん。なかなか、なかなか美味しいですよ。なかなか、ソーダで割っていきましょう。私も飲んでいい？で、ありがとう。どうぞ。なんか持ってきたね、あ、ビール。ウーバーで頼んで、届いてた、玄関先に。それでは、晩酌しながら見てる皆さん、乾杯しましょう。乾杯。うめえ。ちょっとトモさん、これ、これがなかなかです。あ、おいしい。おいしい。おいしい。飲みやすい。うん、私もビールいただくわ。はい、ビールいただきますか。うん、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。すー、バイ。今日初めてのビールでございます。うん、そう、ね、入れます。何入れたの？オクラ。オクラが入りました。1分間入れます。あ、俺サラダ食べたいって言ってたの聞こえてたの。何が？すごい、サラダはやっぱさ、入れないと。サラダじゃないよ、これ。それはおつまみ。あ、ありがとうございます。おつまみです。おつまみちょっと食べたいね。うん、なんでいきなり生姜焼き食べたいんだろうね。ね、うん、ずーっと食べたかったの、ここ数日。ずーっと。うん、今生姜焼きのお店とかもあるのよ。そう、そこ行こうかなと思ったら、もう時間的に閉まってて、うん、なんかテレビとかで見たのかな。 YouTube かもね、確かに。うん、うん、何よ。オクラと、うん、あとね、七味なめたけ。これ美味しいの。クゼフクじゃん。クゼフクね、これ美味しいんだ。うん、ご飯にかけてもいいやつでしょ。あ、そのままかけてもいいけど、うん、今日はちょっとおつまみに使おうかな。 ありがとうございます。うん、今入れすぎると甘くなっちゃう。うん、あと、今日これお買い得だったの。うん、しらす、釜揚げしらす、無凍結。無凍結。うん、凍らしてない。うん、いいやつだね。新鮮でございますよ。ご飯にかけたいな。あ、後からかけよっか、うん、ね。勝利もすごい しらす好きなのよ。しらす好き。あの、りゅうちゃんも好き。うん、しらす大好き。みんな好き。ガツオ節を入れます。はい、うん、簡単でいいですね。簡単でいいですね。ごま油が入りました。ごま油入れての、めんつゆちょっとね。おー、おいしょ。
混ぜ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 、美味しそうでしょ。美味しそう、ね、ちょっと味見してみるね。はい、うん、うまい。マジ、うん、美味しい。あ、ありがとうございます。うわ、美味しそうですね。オクラの七味なめたけあえそういう感じですよね、多分。そんな感じね。うわ、美味しそう。では、いただきます。うん、うまっ。うまいね。めちゃくちゃうまいよ、これ、ね、めっちゃ美味しいよね。豆腐とかにも上に乗っけても良さそうだよね、これね。でさ、なんかね、うわ、これ酒のつまみ最高ですね。しらすってこういうとこにひっついたりするじゃん。うんうん、一匹だからかわいそうと思わない？残したら全部食べなきゃいけないよねって言ってさ、こないだ勝利に、うん、そしたらその日からね、しらす食べる時もきれいに食べる、マジでいい教育じゃないですか、それ。うん、この一匹、ね、何の使命が何にもないじゃんって言ったのね、うん、人間が食べるために生まれてきたのに、うん、そうだ、そりゃそうだ。そのまんまさ、見捨てられてちゃってしちゃったらさ、うん、使命果たしてないじゃん。それ見てるちびっ子たちを、しらすは残さず食べましょう。しらすだけじゃないけどね、うん、まあ、ちっちゃいからさ、分かりづらいのに残ってる、うん、ご飯の端にちょっとね、うん、命をいただいてますんでね、うん、いただきますというこの言葉を心を込めて皆さん言いましょう、うん、花輪チャンネル。もうお味噌汁は今日の夜の残り。はいはいはい、全然大丈夫です。いい、はい、残り物で、すみません。出た、生姜。お生姜です。出ましたね。綺麗に洗って。はい。一回さ、花尾にさ、はい、買い物を頼んだ時さ、トマト、きゅうり、生姜、肉欲しいって言ってるったら、生姜まで買ってきたよね。勝利がってことを。勝利がって、生姜って言ったのが、生姜も買ってきて、え、なんで生姜も買ってんだろうと思ったら。でもその生姜大きくないよね、じゃがいもみたいなね。ほんとだね、滑る、今さみたいに滑る。それが滑り芸人じゃん、これ滑ってない？滑っとるわ。そうでしょ、やっぱり UMA とかも滑ってんじゃん。ねえ、滑ったことない。あ、ほんと大爆笑、UMA が昨日元気とご飯食べに行ったの、片倉食堂、うん、UMA って言ってた。バカにしてたよ。UMA。いじってくる。UMA。あ、昨日さ、リュウちゃんとさ、勝利がさ、柔道やったの。見る？うん。でもリュウもね、やっぱね、組手上手いんですよ。あ、リュウ？でも今もう絶対勝てないと思う。もうだって何年もしてないもんね。階級が違うし、うん、あと現役じゃないからね、うん、もうね、ももちゃんが心配してんじゃん。喧嘩してんだと思う。花輪チャンネル。これ生姜です。これ生姜です。ポテトみたいね。まあ、そういえば今日夜ご飯で油全部使い切っちゃって、やばいじゃん。いいか、油なしでいきましょうね。油なしで見せるか、うん、ちょっとこれ油が入ってるからこれでいこうかね。油、あ、もう全然油出てる、大丈夫、うん、これも結構真似してる人多いよ、この生姜焼きも。言われるもん、いつも。あ、ほんと？はい、生姜焼き真似してます。そぼろね。そぼろね、そぼろは言われますね。うん、そぼろ結構言われる、うん。あ、そして生姜も来ました。ちょうど僕とのぶっこみました。生姜が入りました。ここでお酒が入りました。で、みりんも同じ量ぐらい。もうここも目分量で、目分量だね。で、お砂糖が適の糖です。はい、くらいの砂糖を入れて、醤油はどのぐらい、こんな感じで、ちょっと煮詰めます。こっちの生姜も入れようかな。ええ、ダブル生姜、ダブル生姜でいきましょう今日は。あ、来た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 。お、
すり醤油も、すり生姜も入りました。すり生姜も。生姜ってさ、発汗作用とかあるじゃないですか。あ、そうだね。俺冷え性だから、6月になるというのに未だにこう、寒いなと思う時あるから。完璧。完璧？これ完璧。おー、皆さん真似してください。簡単だから。うん。濃くしたかったらもうちょっと煮詰めた方がいいと思う。あ、煮詰めれば煮詰めるほど味が濃くなる。うん、だからちょっと自分で一回食べてみて、OK と思ったらもういいんじゃない。うん。生姜定食ですね、これは。そうなりますね。血流が良くなるようにね。ハゲに届きますように。誰がハゲジ？ハゲジ。はい、出来上がり。来ましたー。はい、いや、美味しそう。これですよ、皆様。花はチャンネル。あ、美味しい。生姜定食。うん、食べて。いただきます。美味しいね、これは。それでは、いただきたいと思います。いただきまーす。どうぞ、召し上がれ。いやー、嬉しい。ちょっと待って。ドレッシングはロピアで買ってきました、このドレッシング。あ、そっか、それロピアのやつか。そうです。うん、それでこれをちょっと私はマヨネーズ派だな。あの、私が綺麗に洗ったから美味しいはずだよ。うん。うん。うん。生姜焼きうま。うん、うまい。うん。我ながら美味しい。うまっ。うん。うん。めちゃくちゃうまい。美味しい。うん。これだ。これ？うん。これやっぱこのシャキシャキの生姜がいいね。これはご飯のおかずに最適ですね、うん、この時間にこんな食べちゃっていいんでしょうか。うわ、うん、美味しい。お味噌汁も美味しい。うん、そういえばこの間タカさんに会ったんだよ、うん、俺。どこね。 TBS ラジオで別の収録しててスタジオ通るときに俺が喋ってんのをこう見てくれて、うん、で終わってからご挨拶して楽屋に高垣さんと喋らせてもらって、いろ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 、うん、何を。朝日新聞で取材を受けたんですよ。その記事も見ててくれたり。へえ、うん。あとノブとさ、うん、コンプレックスのライブ見に行ったのね。うん、それをニュースあげてたんだけど、それもノコで見てくれて、ニュースになったんだよ、それが。あ、ヤフーニュース。うん。で、うん、それもなんか弟と言ってたねとか言って。へえ。なんか野球の番組やってたらさ、うんうん、僕も弟と一緒に野球詳しいんで。番組読んでくださいとかって言ったらさ、うん、何兄貴喋れんのとか言ったから、はい、喋れんの。もう次のモノマネできますっすよ、うん、はいって言ったらさ、高さんが笑ってくれた。あなた兄弟やばいなとかずっと言ってくれた。へえ。今度武道館でやんじゃうライブ、トンネルズ。へえ。ガラガラヘビが。そうだよ、歌ってくれんだよ。仮面のリーダー。出なかったっけ。正義の印、ウィーってね、あれ大好きだった。名曲いっぱいあるからね。いっぱいあるよね。うん、行く人はみんな盛り上がるだろうな。うん、はい、さあということで今日はですね、ママにご飯作っていただきまして、うん、ありがとうございます。いいえ、久しぶりの生姜焼きめちゃくちゃ美味しかったです。皆さんもぜひ真似してみてはいかがでしょうかという感じでございましたね。はい、ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。